チョコを渡そうと思って、でもうまくタイミングがつかめなくて。いえ、私の方こそいつまでも勇気が出せなくて、こっそり尾行するような真似をしちゃいました。でもマスターさんが見つけてくれたので助かりました。ありがとうございます。ちゃんと叱ってくれて嬉しかったです。あの、それでですね、今日は待ちに待ったバレンタインだから、覚悟してください。私の全力受け取っていただきます。はい、ちゃんとしたチョコレートも考えたんですけど、私だとうまく作れなくて。でもそんな私に友達が教えてくれたんです。持ち味を生かせって。どうでしょう、美味しそうに見えますか。あ、これはその話の成り行きというか、私はチョコだけでいっぱいいっぱいなのに、キャットがどうしてもって。むう、貴様の力はそんなものか。それでは冷凍マグロすらあくびの後永眠しよう。もっとこうマスターへの思いの丈を込めるのだ。ギューッとギューッと手をつなぐ恋人のように。は、はい、こうですか、キャット師匠。まるで足りぬ、ベーリング海を舐めるな。カニの甲羅を破るほどの熱さがなくてどうする。もっとギューッとだ、と網からハグ、そして捕獲したカニはどうする。そう、キスしかあるまい。目の前にごちそうあらば誰であれブワイとする。だ、大胆だね、キャット。でもその気持ち私もわかります。こうかな、キュー、キューナイス。素材の旨味を凝縮したキューブの完成だわ。さあもっともっと作るがよい。その味はリップにしか出せぬゆえな。イエスさん、師匠、なんだか自信が出てきました。パッションリップいきます。うむ、リップは一途だがネガティブ思考ゆえ一心不乱に調理にかまけた方がいいぞ。しかしこれではちょっとおしゃれな練り物レベル、乙女力はやや低い。パティシエの腕の見せどころなのだな。これをこうしてと、うん、バランスが難しい。そして面白みがないのも事実。ここは火を照らって煮干しインカ。いや、冷静になれ、あたし。今は暴力の時代ではない。ライバルの失敗を狙うのは玉魔族の宿儺といえ、今日のあたしはリップの先生、自重せねば。ふぅ、いっぱい作っちゃった。ん？キャット、何をしているの？ん？何って盛り付けだが、パフェにサクランボは外せないよ。なーに、これくらいのお手伝いは許されよう。何しろリップの一世一代のアタックだからな。私も今日だけはサポートに徹するのだわ。ご主人なら喜んでくれるに違いない。あ、おっと、だがこれには交換条件がある。その服の色はいまいちバレンタイン向きではない。銃器系乙女の渾身のぶちかまし、気のドレスで渡さなくてなんとする。ということがあって、それで今できる一番の礼儀を選びました。うん、恥ずかしいけどこの服でよかったです。マスターさんに褒めてもらいましたから。
私にはもったいない。素敵な師匠で友達です。それでは私はこれで。キャットに報告がありますので、美味しく食べてもらえれば嬉しいです。後で感想聞かせてくださいね。